田辺さん、ボイス。ボイス。お疲れ。田辺さん、楽しかった？すげえ楽しかったね。太平洋シーチャヨキさん、こんばんは。飯食おって寝るぞ。30分ぐらいかな。1時間、30分1時間で終わり。ありがとうみんな。終わり終わり。今日の締めは蒙古タンメン中本の汁なしちゃんタンメンです。いやマジでのりこ、のりこふざけんなよマジで。ちょっと俺もなんかメンツ潰されてんだけど、のりこにマジでおかしいだろ。いくらなんだもん。7分半。マジで恥ずかしいわ。2年間付き合ってきたこれかよ。付き合ってきて忘年会で酒も飲めねえのかよなあ。2年間付き合ってきて信用すらされてねえのか。もう恥ずかしいわマジで。ありえないでしょ。いやもうがっかりだよマジで。何だったの本当に。俺がのりこに尽くしてきた2年間は何だったのマジで。何なの。腹立つわ本当。忘年会で酒も飲めねえの。俺の人生年に一回酒も飲めねえの。マジでくだらなすぎるだろ。田辺さん、酒飲めなかったの？いや飲んだよ。めっちゃ飲んだ。ニンニさん、忘年会お疲れ様。お疲れニンニ。お帰りなさい。はい、ただいま。おかしいだろ。家で酒飲むぐらいなあ。もうくだらねえってマジで。浮気だとかなんだとか超くだらねえ。超もうよ、もう世の中で最もくだらないことが女の話題だと思ってるから、もう本当にげんなりした今日は。どうでもいいことにイライラすんの大嫌いなんだよ俺。最もどうでもいいことだ。娘さん12万5386個目、お疲れ様です。音符マジでくだらねえよ。田辺さん、トランプを配りました。ありがとう。くだらなすぎるよな。ことかとか。トンボさん、なんかあったの？いやもうほんとイライラマックスなんだけど。イライラマックスだわ。匿名よ大統領さん、
トランプを3枚配りました。おじゃあ面倒見ろよ。じゃあ2億でも3億で、俺が2億3億で収まる器なのかよ。やることやってから言えよ。俺を2億3億で終わらせる男にすんの。本当に10億あっても足りねえよ。俺のこと買えねえかんな。マキさん、わかるわかる。いや、マキさんありがとう、マジで。だったら俺のこと 100% 満たせよ。てめえのコンプレックスだろ。じゃあてめえのコンプレックスになんで付き合わねえといけねえんだよ。くだらねえ。嫌なんだよ、くだらねえ。女がどうとか金がどうとか一番小せえから。くだらねえんだよマジで。どうでもいいんだよ。俺はやりたいようにやりてえだけなんだよ。やりてえように。あ、マジでもう考えようかな。本当にちょっとね、今日はね、マジで本当もうなんだろう、イライラが半端じゃない。クソムカついてるから今。匿名よ大統領さん、5倍確かにやることやってから文句言え。だったら俺のこと満たせよって。今日もイケメン。ただ俺は100億積まれても満たされないかんね。あのね、気持ちで損するのが俺一番嫌いなんだわ。気持ちで動いてきたから。金とか女でグダグダするとかもう一番くだらないことだと思ってるから、人生で。その器が小さくなるの嫌なんだよね俺。本当にそんな小さいことで悩みたくないし、小さいこと考える暇なんか今ないし。マジくだらねえよ本当に。何、俺が付き合ってる女ってそのレベルなの？俺が付き合ってる女ってそのレベルの女なの？マジ恥ずかしいんだけど。くだらねえ。田辺さん、何があったん？女なんか腐るほどいるし、俺モテるからね、はっきり言って。女に困ったことなんか人生で一回もねえから。本当ないよな。女で困ったことなんか人生一回もねえよ俺、マジで。マジでもう限界、本当にくだらねえ。マリゴリさん、安く見、安く見られたもんだよな、マジで。安く見られたもんだよ。田辺さん、5倍トランプを配りました。田辺さん、5倍トランプを配りました。何に俺は尽くしてきたんだろう。ハゲてもイケメン。何に尽くしてきたんだろう俺は。トンボさん、トランプを3枚配りました。がっかりだよ。マリゴリさん、どうしたらそんなにイケメンになれるんだろう。生き方だね。くぐってきた修羅場が違うんだよ。お前とはくぐってきた修羅場が違うんだよ。俺も若い頃はダメな顔してたよ。俺も若い頃はダメな顔してた。くぐってきた修羅場が違うんだ。あーマジで気分悪いな。
マジでもうどうでもいいからもう本当にどうでもいい。匿名よ大統領さん2倍2ペアが揃いました。プチコマスさんトランプを3枚配りました。ノリコ波紋だな。2ペアありがとう。誰のりこ波紋マジで別れようかな。腹立ってきたマジで。もうすげえ嫌な気分だよ。がっかりしたマジで。今日は今日という今日はマジでがっかりしてるから俺。匿名よ大統領さんトランプを3枚配りました。別れようかな本当に。限界かもしれない。もうさすがに今日はうんざりした。楽しく酒も飲ませない女とかもう終わってるでしょ。匿名よ大統領さんトランプを3枚配りました。女はダメだな。いやマジでねもう今日はねのりこのこと嫌いになった俺。あのパートナーの仕事とかやりたいことに口出すどころか邪魔するやつはもうゴミだから。マジで俺の何を見てきたんだよ今まで。足しか引っ張んねえのかよ。だったら一緒に生きてる意味ねえからマジで。俺の足引っ張るんだったら去れよ。ああ俺の足引っ張るんだったら去れよ。もう介護士じゃねえかんな俺は。いらねえぞそんなもん。病院の先生でもなければ介護士でもねえんだよ。メイアンさん、モンちゃんはどこ行ったの？うるせえよ。お疲れ、飯食うわ。うまっ。
よい子さん、かずみちちゃんおかえり、匿名よ、大統領さん、トランプを3枚配りました。レイカさん、こんばんは。こんばんは。レイカさん、トランプを配りました。レイカさん、5倍、トランプを配りました。無料アイテムとかいらねえから有料だけろよ。無料アイテムとか他で投げて。アモーモサイアンさん、トランプを配りました。アモーモサイアンさん、トランプを配りました。アモーモサイアンさん、トランプを配りました。イカ娘さん、トランプを配りました。イカ娘さん、トランプを配りました。イカ娘さん、トランプを配りました。匿名よ、大統領さん、5倍千と千尋の冒頭に出てくる豚みたいだね。ジャキオさん、トランプを配りました。マジでノリコと別れようかな。りょうくんさん、初見。あやなみれいさん、こんばんは。もう限界。太陽に生きられないし、俺のやりたいことを邪魔するんだったらマジで付き合ってる意味がね。俺のこと好きじゃねえじゃん。荒波ゲイさん、ぶっ壊すとは何よ。マジでなんか今日なえた俺。のりこのために生きてきたのがバカらしくなった。大統領さん、トランプを3枚配りました。無料アイテムいらねえよ。お金投げて。レイカさん、お願いだからリスナーに8つ当たりしないで。オルフレンさん、他で投げて。汗止まんねえから。サオちゃんさん、キャスバーから帰ってきたんやね。匿名よ、大統領さん、トランプを3枚配りました。無料アイテムいらない。
ポカで投げて。ジャキオさん、何食ってるの？辛っ。匿名よ、大統領さん、トランプを3枚配りました。匿名よ、大統領さん、トランプを3枚配りました。汗止まんね。匿名よ、大統領さん、トランプを3枚配りました。ジャキオさん、やけ食いですか？ああマジでイライラする。もう別れよ、決めた。今日で別れます。もうのりここの家に入れね。もういいわ。のりここの家できん。もう限界。頭きた。匿名よ、大統領さん、トランプランキング諦めたの？トモオキティさん、何があったの？ボンさん、ワドツとちんさん、トランプを3枚配りました。ポンさん、ワドサンドしたの？何かあったの？パンダさん、ワドーがいないからみんな楽しくできてる。帰ってくれてありがとう。わら、ワド監督さん、のりこさいなら。ヤマトヤマトさん、監督元気ないな。モンちゃんどしたんだ？匿名よ、大統領さん、トランプを配りました。パンダさん、モンちゃん浮気してたみたい。匿名よ、大統領さん、5倍トランプを配りました。匿名よ、大統領さん、定期のりこさんがあまりにワド監督の行動に干渉するため監督のストレスが爆発しています。別れも考えています。匿名よ、大統領さん、トランプを配りました。ライトニングさん、のりこがどした？ポンさん、あ、また部屋荒らされてたのかな？
もう我慢の限界、もう無理。匿名よ大統領さん、トランプを3枚配りました。ヤマトヤマトさん、のりこと喧嘩したん。綾波ゲイさん、のりこさんは和道さんが全てなのでしょう。 T2 さん、お前がのりこを捨てるはずないだろ。ビュンゴ、今年もどっちさん、ワドさん荒れてるのは。俺はもう決めた、もうのりこと別れた。匿名よ大統領さん、トランプを3枚配りました。俺はもうのりこと別れたから。リエさん、トランプを3枚配りました。もういい。ボンさん、え、もう限界。リュンゴ、今年もどっちさん、俺には俺の人生があるから。アジャさん、え、ライトニングさん、別れていいと思う。塾長さん、トランプを3枚配りました。匿名よ大統領さん、定期2日前の朝食はトルティーヤとワッフルでした。頭きたからもう別れる。もうさすがに2年で限界だよ俺。俺は自分の夢を追う。俺は自分のやりたいことやる。ライトニングさん、のりこまた粘着しそう。関係ねえよもう。俺のやりたいことを尊重できねえんなら関係ねえよ。リエさん、どうしたんですか、大丈夫ですか。綾波ゲイさん、愛情はないのですか。愛情はあるよ。リュンゴ、今年もどっちさん、ワドさん疲れてるね。でも俺こんなところで終わりたくないから。どんだけこの2年で俺がさ、どんだけ悔しい思いしてきたと思ってんの。暴れ回りたいんだ俺。のせいなのかな。俺は暴れたいんだよ。クスクファングックさん、また俺のこと悪く言ってるの。ドラえもんさん、男女関係なんかくだらない、悩む価値ないよ、落ち着いてくださいよ。いやもういい、俺はやりたいこと優先する。やりたいこと応援してくれる人だけ俺は関わっていく。俺のやりたいこと応援できねえやつはもう捨てていく。俺はのりこと別れるよ。匿名よ大統領さん、トランプを3枚配りました。妖精役さん、ワドツです。綾波ゲイさん、今日は人もたくさんいて気持ち的に疲れたんでしょう。もう限界だわ。今年もどっちさん、まあ男らしいね。もう限界。アイナジエンドさん、ノリコくれよ。小さい悩みとかくだらねえもん。小さいことで悩みたくない。さん、延長してます。
匿名よ大統領さん、森の忘年会で暴れに行きましょう。ポンさん、いいねを10個プレゼントしました。ポンさん、風船を10個プレゼントしました。リエさん、自分の人生やから楽しく過ごしましよ。いや、一緒にいて相乗効果があるんだったらわかるけど、一緒にいて足引っ張り合うんなら意味がないでしょ、付き合ってる。ワンダーマサミツさん、ゴミばっかりだったな。パートナーの夢とか応援できないんなら一緒にいる意味ないでしょ。パートナーのやりたいこと邪魔するんだったら一緒にいる意味ないでしょ。そう思わない？俺これで飯食ってんだわ。俺はリスナー撮るし配信撮るよ。悪いけどもう散々言ってきたからね。俺散々言ってきたから、俺は リスナー撮るよって。お前のこと一番に考えないよって。それは今更だな。もう限界だよ。こんばんは。朝まで大島だってこんだけ尽くしてわかんねえんだから。リエさん、そうですよね、わかります。こんだけやってもわかんねえんだから、じゃあもう無理でしょ。 ね6年経ってやっとね誘われた忘年会で、ま、なんかやらかしたの。もう無理でしょこんなの。パンタさん、トランプを3枚配りました。もう無理だよ、無理。匿名よ大統領さん、トランプを3枚配りました。ライトニングさん、忘年会もダメなのかな。だったら俺のこと囲い込んでみろよ。10億でも100億でも積んで、俺が全部夢捨ててもいいっていうぐらい囲い込めよな。じゃあ満足させられんのかよ。俺言っとくけど、そんな男じゃないから。綾波レイさん、別れたとしても和道さんは大丈夫でしょう。俺は精神科医でも介護士でもねえんだから。カングラナイデさん、楽しそうに飲んでたのにな。女がいる場所に行くのがダメなんか。俺はやりたいことはやるよ。親も捨てたんだよ。それで親も兄弟も捨てたんだよ。まだ分かってねえみたいだから、もう我慢の限界だわ。ちいさん、彼女切れたの。竹尾さん、前も何回かこんなことあったような。ベルさん、うわぁ。妖精アコさん、お腹わらわらわら。ちいさん、汚いわらわら。カングラナイデさん、ものすごく汚いな。その腹、アスク星さん、うわぁ。トモーキティさん、腹けやば。いや、もう女なんか腐るほどいるから、別に困ってないから。俺に抱かれたい女なんか腐るほどいるんだよ。俺に抱かれたい女なんか腐るほどいるんだよ。そうだろ。コーラーとキッコーゾクさん、気持ち悪い腹。リエさん、頑張ってるんですね。俺に抱かれたい女なんか腐るほどいるんだよ。綾波レイさん、へそが茶を沸かす。もういい、もう限界。その腹に抱かれたい女とは。もういい。トモーキティさん、腐るほど。竹尾さん、悪酔いしてるな。カメオさん、いや腐るほどはいない、しょう。もう限界。妖精アコさん、そんなにはいないかと。腐るほどいるから。ユーアさん、よっさん忘年会お疲れ様です。タエさん、和道さん、限界だよ、まず限界。カさん、頭がイカれてますな。わら、限界だよ。俺に抱かれたい女なんか、いつも穏やかなあなたが。トモーキティさん、もう本当に限界。うなぎスペシャルさん、ゴキブリも限界。いや、もうマジで限界。もう限界値超えた。国家コーラーとキッコー族さん、腐れ女がいるんですね。
これは悪魔のワゴだから。半占いでさん、めちゃ切れながらもお休みモード入るのね。さくらさん、私抱かれたいですなあ。妖精アコさん、ちょっと落ち着かないと後悔しそうですよね。綾波ゲイさん、結局は別れないのでは。ジンさん、もういいじゃないですか。ジュライさん、若くて可愛い子いくらでもつくよね。いや、若い女とか興味ないから別に。クリエイティブの才能のあるやつ俺は付き合いたいだけで、俺の才能を引き伸ばす女以外には興味ねえから。俺の足引っ張る女なんか論外だよ。マジグラッセさん、別れるネタ何回目だよ。いや、もう今回ガチだから、もう冷めたわ本当に。マジで冷めた、俺マジだからね今回。もういい、こんなくだらねえことでイライラさせる。前回も今回はガチだからわらわらわら。マジだから今回。はるかさん、私はド監督好きです。マジ女とかで悩むとか揉めるとか人生で一番くだらねえから。綾波さん、鮫島さんに相談しないんですか。アジャさん、悪和道が出てきましたね。これは女も一コロだと思う。超くだらないと思わない。ハリーさんさん、ダサい。匿名よ大統領さん、成功してればノリコもついてきた。だから結果出せないお前が悪い。三原キングさん、こんばんは。国家コーラーとき皇族さん、伸びる才能をさほど感じない。クジラ先生さん、八つ当たりか。いや、もうジョディ・フォスターに浮気するんだったらわかるよ。楽しそうにいい酒飲んでたのに残念だな。ジョディ・フォスターと浮気するなんて何なのよっていうレベルの女じゃないと無理。もう本当にくだらない。もうね、そのレベルの女、ジョディ・フォスターと私どっち選ぶのよっていうレベルじゃないと俺の隣には入れない。アンジェリーナ・ジョリーに浮気するんだったらわかるけど、もうレベルが低い。見てる世界が違う。マジで。アイナ・ジ・エンドさん、くだらないなら女ネタやめろよ。マジでくだらねえ。俺がバカだった。さくらさん、ハルベリークラスじゃないとね。マジでもうなえた。俺はなえたよ。目が覚めた。アジャさん、ジャネット・ジャクソンはどうですか。綾波ゲイさん、あくまで想像ですが、可愛らしい配信者と話す和道さんにやきもち焼いたのかな。いや、もうくだらない。そういうのいらない。可愛らしいとかもだからもうそういうレベルなんでしょう。もうくだらない。本当にすげえどうでもいい。ハリー、俺あれだよ、レッドカーペット歩くんだよ。ユーアさん、そうなんだ。和道さんの生きたいように生きた方が良いですね。いや、もう生きたやりたいようにやるよ。もう終わり、今日終わり。もう今日分かった。あ、もう見てる世界が違うって。もう一緒にレッドカーペット歩く器じゃない。別れても見返すことできないだろ。レッドカーペットしか見てないから俺。あ、ダメだわ全然。わ、今日分かった俺は。ああ、見てる方向性が違うわっていう。もう全然あいつが見てる世界と俺が見てる世界は全然違かったんだよ。クジラ先生さん、孤独死するよ。
バカじゃないの、孤独なんか全然怖くないから、孤独が一番の仲間だから。バカだろ、最終的には一人で死ぬんだよ。俺と一緒に歩く器の女じゃなかったんだ。匿名よ大統領さん、トランプを3枚配りました。俺の隣に歩く器じゃなかったんだ。綾波ゲイさん、のりこさんとビジョンのこすり合わせは今からじゃ無理ですか。アジャさん、もう2年経ってるから、日本のジョニーデップとのりこは釣り合わないよ。2年経ってわからなかったんだから。終わりだな。カングラ内で3、ノリコと別れるとなると金玉の一つぐらい失う覚悟いるな。きっと炭酸核へ、米印で、星セミコロンパン、綾波ゲイさん、のりこさんは、和道さんの臓器、きっと炭酸、さささえ、壁、きっと炭酸さんさえ、ヤノラキーさん、いい夢を見て、ね、音符おやすみなさい。国家コーラーっとき、皇族さん、忘年会でも、どっちだから、孤独には慣れてる。俺もガキの頃から一人だったから。孤独なんて怖くねえから。綾波ゲイさん、年々だよ。え？キバオオカミさん、相手は怖いかもよ。誰相手って。誰？もう本当に腹立った。綾波ゲイさん、年々コンコンしなさい。俺はもう別れるよ。もう無理。アジャさん、ひろゆきに似てる。もう今日でお別れだから、さよなら。完全に失望した。
自分のやりたいことと夢を叶えるためだけに生きる足かせはいらない。気分悪いマジで、気分悪い。ゆうあさん、かずみちさんかっこいいですね。かずみちさんに似合った人はいいのは音符。俺に似合う女はいないっつの。ついてこれないんだって。無理だ。だったら一人でいた方がいいわ。ワドさんらしいね。いるわけないでしょ。俺と同じスケールの女いる？いないでしょ。いる？もういらない。邪魔でしかない女とか。匿名よ大統領さん、トランプを3枚配りました。無料アイテムいらないよ。ポンさん、延長する？延長する？どうする？どうする？延長すっか、延長すっか。延長すっか。くっそ、腹立
気分悪いなマジで。匿名よ大統領さん、トランプを3枚配りました。ポンさん延長してます。ポンさんいいねを10個プレゼントしました。ポンさん風船を10個プレゼントしました。ポンさんバーガーを5個プレゼントしました。ポンさんハートをプレゼントしました。寝るか。寝るわやっぱり。まあそういうことなんで、僕は今日からフリーなんで覚えといてください。お疲れ。もう僕は今日から自由です。自分のやりたいことをやります。足かせはいりません。以上です。お疲れ様です。おやすみ。ナブラさん。はいはい。